ざいます。日本に帰るってなったら一択でしたけどね。もうそこ他の選択肢はなかったし。ただいま。これだけ素直に愛してくれてるというか、ひしひしと僕も伝わるし、それ返さないと男じゃないでしょっていう。になりましたね。率直に感想っていう部分はいかがですか？全然ダメです。最悪の最デビューです。いや、素直に嬉しいです。はい、気持ちで押し込めて、非常に自分にとっても大きなゴールになったかなと思います。はい、もう決めた直後、サポーターのもとに走っていきました。この景色、いかがですか？まあ、もう忘れることのないような、もう本当に素晴らしい景色だったと思います。はい、景色おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。したいっていうのはもともとあって、半年契約っていうところだったんですけど、そこで結果を出して完全を勝ち取りたいなっていう決断決意を持っていきました。まあ、オランダの中位のチームっていうのはもう分かってる中で、自分の力で少しでも上に上げたいっていう思いもあったし、それにプラスアルファして自分の評価を上げて、自分の価値を上げて、もう一つ上のクラブでっていうもう想像もしてたし、まあ、夢のチャンピオンズリーグっていうところの近道っていうところで、まあ、半年間結果を出さなきゃなっていう強い決意を持ってきました。まあ、よく音が聞こえるとか、まあ、僕の場合はなんかすごいこう倒れてるタイミングがスローモーションだったんですけど、でもあやばいな、これ打撲、相当痛い打撲食らっちゃったなって思ったんですけど、まあシンプルにやりたかったです。もっともうで一回立って、もう足首に全然力入んないこと分かってたんですけど、一回立ってテーピングぐるぐる巻きでもいいからやってくれ、やらせてくれって思ったんですけど、まあね、難しいことにかかとが向いちゃってたから、もうそれ見た瞬間にこう力、全身の力がファッと抜けちゃって、まあ終わりじゃんって思って、まあ少なくても6ヶ月から7ヶ月って言われたから、あじゃあもう日本帰るしかないじゃんって思ったんですけど、パパ大好きでパソコンでみんなで見てて、でそれでこう怪我の映像映って、
本当にえっていう感じで、なんかいつも見ててもあんまり痛がんないんですよね、プレー中。だからちょっとこれはやばいかもって思ってたらもう変えてっていうなんかジェスチャーをしてたんで、その時からもうダメかもみたいな感じで来た時はもうなんか真っ白って感じでしたね。もうこれからどうするとかも考えられず、サッカーをなんかできるかもわからないみたいな感じのテンションだったんですよね。もうなんか諦めてるじゃないけど、なんか一回もう無になっちゃってる本人もって感じだったんで、まあ、今振り返ると確かに彼自身のメンタルもこっちのメンタルもどん底だったかなって、うんうん、パスファミリーの、ね、こう温かい言葉だったり、マネージャーの三田君から、ね、こう前田選手に千羽鶴が届きましたっていう写真とかいただいたりとかして、あ、こんなにも俺愛してもらえてんだなっていうのを改めてこう実感して嬉しかったですし、うん、その温かさにもすごい救われたなっていうのを思いますね。グランパスの、ね、関係者ファミリーの皆さんにすごい1年半迷惑をかけて、まあ、こうわがままを聞いてもらったし、日本に帰るってなったら一択でしたけどね、もうそこ他の選択肢はなかったし、これだけなんか素直に愛してくれてるというか伝わってくるのがすごい伝なんかこうひしひしと僕も伝わるし、愛というかそれ返さないと男じゃないでしょっていう、なんか別にそんなに深くは考えてないですよ。もらってるから返してるだけです。おはようございます。おはようございます。失礼します。おはようござい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 ます。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。はい、お願いします。はい、はい、はい、これちょっとちょっとします。あ、ポップコーンの暇ちょっとおかしいなんですけど、はい、はい、はい、いただきます。よろしくお願いします。はい、期待します。頑張ります。はい、期待に応えられるようにお願いします。はい、ちょっと強くなってるな、大丈夫ですか。相当良くないな、あれ相当良くない。はい、お願いします。鹿島はダメよ。はい、お願いします。Wait, in there, ほら。聞こえてない。This is very good. Yeah, sorry, but you can't. なんか、なんか、1 minute? Just talking to you. じゃあ、よろしくお願いします。台本森下さん。もうなんだ。台本森下さん。じゃあ、よろしくお願いします。何回ぐらい見せたら、お願いします。お願いします。頑張ります。ゆっくり起きてください。ただいま。後半戦少しでも貢献できるように、優勝というところの目標に貢献できるように頑張りますので、また皆さん一緒に戦ってください。ありがとうございました。あといつも通りあの近くでやらなきゃいけないのが山子だって。6 7 8 9ありがとう。
はい、よくここまで持ってきたね、俺のことありがとうございます。いや嬉しいことにね、1ヶ月間準備する時間があったんで、先日の落とし込みだったり自分の体調っていうかコンディションの部分は本当この1ヶ月のおかげで落とし込めたのかなと思ってます。いつも通りちゃんと準備していい状態で入れるようにやりたいと思います。ありがとうございます、頑張ります。感想っていう部分はいかがですか？全然ダメです。それは何でしょう、まあ、そのドリブルのフィーリングっていう部分なのか、フィジカル的にっていうことなんですか？いやー、あそこから入ってチームの流れ全然変えれなかったっていうところで、最悪の再デビューです。ファミリーの人たちは高いお金払ってこんな遠い、まあ、アウェイの地まで来てくれて、不満もあるだろうし怒りもあるだろうし、そういう意味では選手とサポーターじゃなくて、やっぱり一緒にこう優勝に近づくに向けて必要なディスカッションなんじゃないかなと思って、言い合うんじゃなくて僕は聞こうと思いました。サポーターのファミリーのみんなから期待してるっていう声が届くのにもかかわらず、俺が帰ってきて連敗、今季初の連敗、責任感じないわけないですよね。よし、なんでなんでゴールしてくんないから、ゴールしてくんないからだよな、それみんな思ってるよ。カズオだけじゃないんだ、カズオが一番のな、パパのファンで代表として言ってくれてんだよな。今までウルトラマンだったじゃん、カズオにさ、ウルトラマン してたじゃん。次どうやってやるし、あ、そしたらこうやってね、これ、うん、これギャリック砲ね、ギャリック砲、いや一緒やな、カメラマンと。本当多分いろんなことを思ってくれてる人もいると思うし、いろんなことをむしろ俺に言いたいって思ってる人も多分いると思うし、そういうのはもう全て自分の中では理解してるつもりだし、それを結果として見せれてない自分が本当に悔しいし、まあでもそこを悔しがっててもね、終わったものは返ってこないから、もう本当未来に向けてどれだけ自分が成長できるか
まあ本当今ね、いろんな人にこういう時どういうのが嫌ですか、そういう話聞いたりとか、そういうのとかも、お前向きに、なんか昔はちょっとそういうのね、ツンツンしてて恥ずかしくて聞けないとか多分あっただろうけど、もう今はそんなのも言ってらんないし、はい、自分をさらけ出してでも成長したいなと思ってます。頑張ります。